い、ナオズです。今回これいきましょう。先日開催されたジャパンモビリティショーの開催記念トミカ、それから限定販売トミカを一気に紹介していきたいと思います。で、加えてこのトミカを、トミカタウンビルドシティで、展示ブースみたいなやつを作ってこれに飾っていきたいと思いますね。では開けていきましょう。ではまず開催記念トミカから見ていきましょう。12台セットだとこんな感じの箱入りになってますね。モーターショーのね、トミカのセット販売というと大体こんな感じかなと思います。で、ここに1番から6番、それから7番から12番ということで、12台のトミカが入ってます。ということで、もう順番に行きましょうかね。1番から順番に見ていきたいと思います。はい、1番、第8タフトです。パッケージ、簡単にお見せしておくと、こんな感じになってますね。ジャパンモビリティショーと入ってます。では、出していきましょう。タフト、なんか久しぶりに見る気がしますね。ボディカラーはカーキグリーン、モスグリーンの多分パールじゃないかなと思います。どっしりした感じがいいですよね。ライトはシルバーになってて、サイドのフェンダー部分、それから下のグリル部分がマットの黒になってます。で、一番下のところはこれシャーシから連続した成型色になってますね。で、サイドなんですが、ジャパンモビリティショーのマークが入ってて、で、リアフェンダーもこれマットの黒です。インテリアは黒一色。ルーフのところですけど、前の方がね、黒の塗装になってますね。で、リア周り、リアウィンドウ、クリアパーツで、ライトはシルバー。で、下のところ、これもシャーシから連続した成型色です。シャーシはこんな感じです。そして、サスペンションがついてます。さあ、どんどん行きましょう。2番、スバル WRX-S4STI スポーツ REX ということで、いや、これかっこいいですね。ボディカラーはシルバーメタリックで、もうギラギラですよね。で、トップのクリアがツヤツヤしてるんで、これはね、かなり綺麗なボディじゃないかなと思います。フロント周り、ライトはガンメタ調のプリントですね。グリルは成型色になってて、その下の方の黒、これマットになってます。で、このマットがフロントフェンダーからステップ、そしてリアフェンダーという感じで繋がってますね。で、サイドのロゴマークなんですが黒で統一されてます。かっこいいですよね。で、窓周り、モールとピラーの一部がマットの黒で、インテリアは黒一色です。で、リアウィンドウはクリアパーツで、テールランプはプリント、その下黒いところはシャーシから連続した成型色です。シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。3番、ヒノデュトロトラックになりますね。おー、いいですね。サイドはプリントですね。ボディカラーはラベンダー色の、ソリッドといったところかなと思います。フロント周り、ライトはクリアパーツ、下の真ん中黒いところはこれプリントですね。で、サイドウィンカー灯がついてたりとか、結構ね細かくできてるなと思いました。インテリアは黒一色です。で、荷台部分はこれもラベンダー色の成型色になってますね。サイドにジャパンモビリティショーのロゴマークがプリントでついてます。反対側も同じものということで、この大きさでドーンとついてるのはやっぱり嬉しいですよね。で、後部ドアは開かないんですよね。これがね、開いたらすごく良かったなと思うんですけど、ただテールランプ、しっかりプリントが載ってますんで、この辺細かくていいなと思いました。で、シャーシはこんな感じです。そして、サスペンションはついてません。4番、ホンダシビックタイプ R です。おー、シート赤いですね。かっこいいですね。ボディカラーはソリッドの青かと思ってたんですけど、うっすらパールが入ってます。これはこれですごくね、控えめな感じで綺麗だなと思いました。ライトはダーク系のクリアパーツ、グリルは黒の塗装になってますね。で、サイドなんですが、ステップのところが黒になってて、ロゴマークは白です。窓周り、モールとピラーの一部が黒で、一部プリントになってますね。結構細かくできてますよね。で、インテリアはシートが赤になってます。かっこいいですね。で、リア周り、スポイラーは別パーツの取り付けになってて、テールランプは赤とシルバーを重ねたプリントになってますね。で、マフラーのね、プリントがついてます。シャーシはこんな感じです。そして、サスペンションがついてます。5番、イスズエルガですね。エルガも相当出て、おお、結構渋めですね。ボディカラーはモスグリーンのソリッドということで、これ結構ね、渋い感じですよね。サイドのパターンはもちろんプリントになってます。反対側も同じパターンになってますね。で、ルーフのところ白いのは成型色で、ロゴマークプリント。ロゴマークがね、すごく綺麗な感じですよね。で、リア周りテールランププリントになってて、インテリアはクリアパーツになってますね。で、シャーシはこんな感じです。そして、サスペンションはついてません。6番マツダ3ですね。これは紺色なのか、紺色っぽいですね。
ボディはかなり濃いめの紺色に青のパールが入ってるという感じですかね。これ光が当たった時のあの印象と当たってない時の感じが全然違いますね。これはね綺麗だなと思いました。フロント周りライトはシルバーのプリントです。グリル、それから下のところはあの成型色になってますね。でサイドなんですが窓周りすごいですよね。ピラーのところにマットの黒が入ってるんですけど、その下のところに、シルバーのプリントということで、これはねかなり丁寧にできてるなと思いました。インテリアは黒一色です。でルーフにロゴマーク入ってます。白ということで結構映えますよね。リアウィンドウはクリアパーツで、このねテールランプがちょっと塗装が微妙なのに当たっちゃいましたね。これすごく綺麗なね車両なんですけど、ここは少し残念かなと思います。で分割線より下のところは成型色になってて、シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。7番三菱デリカ D5 ですね。これはなるほど、少し蛍光がかってるのかなと思ったらそんなことないですね。ボディカラーはソリッドの黄色になってます。蛍光がかってるとかレモン色とかではなくて普通の黄色ですね。それが逆に個人的にはすごく綺麗でいいなと思いました。フロント周りライトとグリルのところは、プリントになってますね。で下のところなんですけど、これシャーシから連続したプラスチックの部分なんですが、多分ですけどこれクリアをサイドからフロントにかけて乗せてるのかなという感じになってますね。ツヤありみたいな感じになってます。でその下のシルバーは塗装になってますね。でサイドのところ、ロゴマーク黒になってて、窓周りも黒が入ってます。インテリアは黒一色です。でリアウィンドウは黒になってて、テールランプはこれもちょっと微妙な塗り分けのやつに当たっちゃったかな。シルバーはプリントになってますね。でバンパーのところはこれも多分クリアが乗ってるかなと思います。でシルバーは塗装になってますね。でシャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。8番三菱輸送スーパーグレートですね。個人的にはこれ結構、ちょっと、うわ、すごい色だな、これは。ボディは、パッケージで見ると、この上のね、風防パーツ、これ成型色ですけど、こんな感じの色かなと思ってたんですけど、もっともっとピンク色でしたね。で、パールが入ってます。ちょっとわかりづらいかもしれないですね。ライトはプリントになってますね。この色ちょっと珍しいなと思いました。グリルは黒の塗装になってて、ロゴマークプリントで入ってますね。で、これ、フェンダーの部分なんですけど、マットの黒が入ってるということで、これ細かくできてるなと思います。インテリアは黒一色。上の風防パーツは先ほど言いました成型色になってて、ロゴマークプリントされてますね。いいですね。で荷台部分なんですがコンテナついてますね。コンテナ自体は成型色で白いところが塗装になってます。反対側も同じパターンですね。でこのコンテナを外すことができます。いい感じですよね。通常のトラックではなくてこのコンテナトラックがね、ついてる入ってるっていうのはかなりいいなと個人的には思いました。でリア周り特に塗り分けはありません。シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションはついてません。はい、9番日産フェアレディ Z ですね。これは保護、上が黒だからですかね。かっこいい。ボディカラーは白のパールになってます。これ綺麗ですね。でボンネットのところにロゴマーク、これがカラフルになってますんですごく映えてて綺麗だなと思いました。ライトはガンメタのプリントの上に白のプリントを重ねてますね。丁寧にできてますよね。グリルは黒の成型色で、下のスポイラー部分はダイキャスト製の黒の塗装になってます。でサイドなんですが下の方黒になってて、窓周り黒の塗装が入ってますね。インテリアは黒一色。窓の上のところにシルバーのプリントラインが入ってます。細かくできてますよね。でルーフは黒のソリッドになってますね。でリアウィンドウの後ろの部分が黒のプリントになってて、リア周りなんですけどテールランプは黒い成型色のパーツの上に赤のプリントが重なってるという感じになってますね。フェアレディ Z のロゴマークも確認できます。で下の方黒いところは塗装になってて、シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。10番 UD トラックスクオンのサメトラックですね。サメがなかなかリアルですね。ボディカラーはゴールドメタリック。この色もすごく綺麗だなと思いました。フロント周りライトはシルバーでグリルは黒になってます。インテリアは特にありません。窓周り黒が回ってますね。
で荷台部分にサメがいますね。下の白いところはこれ成型色になってて、中のサメ自体はかなりしっかり塗装されてるなと思いました。口周り赤くなってて歯は白くなってますよね。で目は黒いということでいい感じじゃないかなと思います。後ろの方は模様かな、ちょっとねグラデーションみたいな感じに色もなってますよね。でロゴマークがこれはシールになってますね。クリアパーツ自体はすごく綺麗だなと思います。でリア周り特に塗り分けはなくて、シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションはついてません。はい、11番スズキソリオですね。おお、思ってた色とこれはだいぶ違いました。ボディカラー思ってたよりも結構赤みがかった感じのオレンジのメタリックですね。これはなかなか綺麗じゃないかなと思います。かっこいいですよね。ライトはクリアパーツになってて、下の黒いところは塗装で、両サイドの黒はこれマットになってますね。でサイドはロゴマーク白になってて、窓周り黒になってます。インテリアは黒一色です。テリアウィンドウ黒になってて、テールランプ黒の塗装の上にシルバーのプリントが載ってますね。で、シャーシはこんな感じです。そして、サスペンションがついてます。開催記念トミカ最後は12番トヨタクラウンクロスオーバーです。これ来月ですね。来月発売の新型クラウンのトミカに先駆けてという感じになってますね。いやー、これはもう造形も含めてかなり丁寧にできてるなという感じがしますね。ボディカラーはボンネットルーフのところは黒のソリッドになってます。でサイドの部分がこれは茶色、焦げ茶色といったらいいんですかね、のメタリックなんですけど、なかなか綺麗な色になってますよね。フロント周りライトはシルバーのプリントになってますね。でその上にエンブレムも確認できます。下にもシルバーのラインありますけど、これは多分塗装だと思いますね。でその下のスポイラー部分ですけど、ダイキャスト製で黒の塗装になってます。でフェンダー部分なんですが、これは成型色になってますね。でサイドなんですが、この下の黒い部分ですけど、ここね細かくできてるなと思いました。丁寧ですよね。で窓周りモールとピラーの一部が黒になってて、その上にシルバーのラインがプリントで入ってます。ここもねなかなか丁寧にできてますよね。インテリアは黒一色です。でレギュラー発売前なので、インテリアをね、少し細かくお見せしておこうかなと思いますね。ただ窓がね少し狭いんで、分かりづらいかなと思いますけど、一応こんな感じにはなってますね。でルーフにロゴマークプリントが入ってて、リアウィンドウクリアパーツです。でリア周りテールランププリント、その下のクラウンのロゴマークもプリントですね。で下の方黒いところはシャーシから連続した成型色になってます。シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。続いてイベントオリジナルトミカ見ていきましょう。トミカネッツ兵庫 GR86 トヨタ GR86 ということでおなじみですね。いやかっこいいですね。ボディカラーは黒のソリッドになってますね。ボンネットのところは赤いんですが、これも赤いところは全部プリントじゃないかなと思いますね。で下の方のシルバーのところもプリントということで、かなりプリントの量が多いなという感じになってます。これはすごく細かくできてますよね。それからホイールが赤ということでかっこいいですよね。インテリアは黒一色です。でリア周りなんですが、テールランプがね赤とシルバーのプリント、その間の赤のメタリックがこれすごく綺麗だなと思いました。トミカのロゴとかもねしっかり入ってますよね。で下の方黒いところはシャーシから連続した成型色です。シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。同じくイベントオリジナルのドリームトミカツムパパですね。おぉかわいい。ツムパパ僕全然わからないんですけど、車両としてはすごくなんというか柔らかい優しい感じのする車両になってますよね。カラーリングもデザインもそんな感じかなと思いました。ライトはこれ成型色になってますね。インテリアがね見えるのはすごくいいなと思います。後ろも見えますよね。でサイドのところクマのねキャラクター可愛らしいですね。プリント自体はこれカーズとかに使われるホットビル系のね、ちょっとザラザラ系のプリントかなと思います。で反対側もこんな感じで、ネズミもいますね。可愛いですね。同じようなプリントになってて、ルーフのところにツムパパと入ってますね。で後ろのドアとかは開けることはできません。ただしっかりね中は確認できるようになってていいなと思います。でシャーシはこんな感じです。
そしてサスペンションがついてます。最後は開催記念トミカということでディズニーモータースドリームスター4ミッキーマウスですね。おお、全体的にマットですね。ボディは全体的にマットになってます。上の部分が黒、下のフェンダーステップの部分が赤になってますね。でライトはツヤありになってるみたいです。ナンバープレートプリントが入っててホイールに白が入ってます。結構いい感じですよね。ボンネットにディズニーモータース、サイドに18番とプリント入ってます。インテリアは赤です。でルーフにディズニーモータース2008年から2023年ミッキーマウスとプリント入ってますね。ディズニーモータースのマークも入ってます。で同じマークがリアのところに入ってて、テールランプはミッキー型になってますね。リアウィンドウクリアパーツなので中を確認することができます。でシャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。それではトミカタウンビルドシティでモーターショーの会場っぽい雰囲気を作りましたんで、これにトミカを置いていきたいと思います。まずサイドのショールームですよね。ここにはツムパパをね入れときましょうかね。でくるくるくるっとね回した状態にしたいと思います。それからもう一つのボックスにはこのねミッキーのドリームトミカを入れておきます。続いて一番奥の高いところ、まあ発売前なんでクラウンをね、一応置いておきたいと思いますね。でその下なんですが、片側3台ずつぐらい置いていきましょう。こんな感じですね。反対側も同じような感じで置いていきます。はい、ここまででこんな感じになりました。まあ、ちょっとクラウンが後ろ気味かな。一つ前に出しましょうかね。でその下に、また同じく3台ずつ止めていきましょう。こんな感じですね。こちら側にも同じように止めていきます。はい、こんな感じになりました。いかがでしょうか。まあなんとなくそれっぽい雰囲気は味わえるかなと思いますね。一応高さを調整してボックスも含めて中がね見えるようにしましたんで、全てのトミカ確認できるかなと思います。今回のモビリティショーの、トミカみたいにセットものであればこういう飾り方もありかなと思いましたね。はい、いかがでしたでしょうか。ボディカラーが綺麗で細かいところまで丁寧にできてたトミカが多かったんじゃないかなと思いました。以上2023ジャパンモビリティショー関連のトミカ15台を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。